日日これ口実ということでですね、最近作ってる簡単副菜を紹介するよ動画。ナオミノートへようこそ。ウェルカムトゥナオミズノート。皆さん料理してますか？暑いですね。暑いよ。料理するとこ火を使うのが嫌だよ。でも言ってられないので、はい、簡単ヘルシー、夏バテにもちょっと効くかなっていう副菜のお話をしたいと思います。最近はですね、料理好きに拍車がかかったというか、とにかく食べるもので睡眠で人の健康は作られるというモットーのもと、野菜多め、タンパク質とりとりご飯でございます。別に健康診断が怖いわけじゃないよ。ということで、まあ、最近の副菜の話をしたいなと思います。まず雷こんにゃく、全然さっぱりしてない。やっぱね、繊維質大事ですので、はい、ちょっとね、雷こんにゃくについてお話ししたいと思うんですけど、何度も話してるんですけどね、まあ、あのこんにゃくをちぎって、で必要だったら下茹でします。もうこれね、めんどくさかったら省いちゃっていいです。でちぎるのはスプーンでもいいですし、手でブチンってやっても、まあ、できる人はやっちゃっていいです。で楽なのは、あの包丁で乱切り、きゅうりの切るみたいな感じで適当な大きさに切っていきます。ごま油、まあ、こんにゃく1枚につき小さじ1ぐらいで十分かな。で、ザーって炒めて水分を飛ばしていきます。この時のね、パチパチパチっていう音が雷に似てるっていうことで、雷こんにゃくというらしいですよ。豆知識、諸説あります。まあ、だいぶ水気飛んだなと思ったら、めんつゆをですね、薄めた場合小さじ1、2ぐらいかな。マジ適当。で、ジャッってかけます。はい。で、また水分飛ばすまでひたすら炒めていきます。で、この時ちょっとね、こんにゃくの油が跳ねることがありますので、どうぞお気をつけて作業してくださいね。水気が飛んで、照りが出てきたら完成です。簡単！これはですね、昨日何食べたの？シロさんのレシピでございまして、はい。ちょっと待って、ちゃんと、テロップで分量入れるやん。これはですね、七味をかけていただくとなお美味しいですね。苦手な人はもうそのままでも十分美味しいので、これは甘じょっぱ食副菜として、繊維質しっかり取れますので、私よく作りますね。一つはちょっと時期過ぎちゃったんですけど、まあ、さつまいものレモン煮をおすすめしたい。はい。作り方ほんと簡単で、さつまいもを切って水にさらしておきまして、お湯を沸かしてだしを少し入れます。もうなんだ、本だしで OK ですよ。で、その後ですね、お砂糖、まあ私はオリゴ糖も混ぜて入れてますけど、さつまいもを入れて、少し火が通ってきたら、砂糖かオリゴ糖シロップ蜂蜜とかお好きな甘みをですね、タパッと入れて。また分量が適当だよ。1本につき、イメージとしては大さじ1、2杯かな。2杯入れたらちょっと多いかも。1杯半ぐらいが多分結構甘いなってなると思います。ほんとね、さつまいもの大きさによりけりなので、こうちょっと味見をしつつ進めてください。そして、レモン汁をビャーっとかけます。だいたいちっちゃい小鍋に一回し二回しくらいって、ほんと適当な分量だな。でもね、ほんと、母に前聞いたんですよね。これちょっと前言ったかもしんない。まあ、一回し、二回しとしか教えてくれなくて、煮物の味付けを聞いたら、物理的にサジ投げてるの、ほんと面白かった。で、その時、なんじゃそりゃって思ったのにね、自分も思いっきりサジ投げて作ってるっていうね。で、これね、レモン汁じゃなくて、柚子の、こう、汁とかでも、美味しいですよ。柚子皮入れたりとかですね。あと、ちょっと、酸っぱい系の酸味のある果物が手に入った時は一緒に、煮ちゃったりしております。で、ホクホクっとしてきたら完成です。さつまいものレモン煮、通称薄めで見たら芋羊羹。おやつとして食べるのにもおすすめな副菜ですよ、これは。はい。
え、次なんだっけ、あ、梅、そう、これこそさっきからね、火使う副菜ばっかり伝えてるんですけど、これは簡単、梅あえですね。そうだな、主にやってるのはきゅうり、梅干しをですね、叩いて、梅干しをね、ちっちゃくして、で、乱切りにしたきゅうりとかレタスとかしそとか、あとちくわですね、ちくわとあるの大好き、うん、ちくわとあえるだけ、簡単、うん。で、わかめ入れてもいいですし、かつお節を入れてもいいですし、で、あとなんだろうな、まあ、レタス、サンチュみたいな葉っぱ、あと、この季節だとね、キヌサヤとか、はい、まあ、これ小松菜とか、ここら辺ほうれん草ですね、これは火通していただきたいんですけれども、それをね全部あえて、足りなかったら醤油とか、醤油、あとは薄口醤油とかもおすすめですね、と梅をあえるだけ、簡単、そしていくらでもアレンジが効くなので簡単副菜でございました。はい、あとなんだっけな、まあ、ざっとした説明で申し訳ないんですけれども、うん、あとこうビタミン A をね取りたい時におすすめなのは人参のきんぴら。はい、人参をですね細切りにしまして、でまず私の場合は軽くフライパンで茹でます。うん、こうかぶるぐらいのお水を入れて火にかけておく。で、ちょっと人参が透き通ってきたらお湯を捨てまして、で、改めてごま油をひいて、人参を炒めていきます。火を通す、茹でておくと火が通りやすいですし、カタってならないので、はい、おすすめですね。うん。で、その後、砂糖とみりん、醤油、時によってはお酒を入れて、また炒めていきます。これベーコンを入れると美味しいですね。人参はですね油と相性がいいので、人参のきんぴら、まあ 2,3 日は持ちますし、お弁当の彩りもぴったりなので、ぜひぜひお試しください。副菜はですね食卓に彩りを加えてくれますし、お昼ご飯とかにもね、多めに作っとけばお昼ご飯に転用できますので、はい、おすすめでございます。うん、やっぱりね、副菜というのはですねとても良い料理なんですが、かといってね、いちいち作ってると時間かかっちゃうので、余裕ある時にガッと作って 2,3 日そっと添えるのが私のスタイルです、ちょっとでも参考になったら嬉しいです。料理動画、料理解説動画もこれからまた作っていきますので、うん、よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ナオミノートでした。 See you! バイバーイ。